おぞまーす、ブリッジです。まずはパート20始めていきたいと思います。いや前回ねホーリーローリーマウンテンの山の小屋まで行ったんですけど、なんとそこでね R7038 だっけ、そう、とにかくねまた砂漠で出てきたロボットに襲われて、そんで脳筋丸が大怪我を負っちゃったんですね。なのでまあ代わりにまたこちらのガリベン丸がまあ泣け泣きしの勇気を振り絞らんとばかりに参戦しました。なのでまたこちらホーリーローリーマウンテン、おそらくホーリーローリーマウンテンまた登って、今度こそロボットを倒すのか、もしくはまたなんか戦車とか持ってきて、っていうかさ、前回その俺らがやられた後にガリベン丸がね戦車で助けに来てくれたんですよ。遅かったかーっつったんだけど、なんだったらその戦車持ってきてあいつ倒せばよくねって思ってんだけど、どうなんだろう、また戦車に乗ることになるのか。ただどちらにせよね、ちょっとね一旦荷物、こちらの荷物をね整理して、でねまたねホーリーローリーマウンテンの道のりってめちゃんこ長いんすよ。なんでそのまた道をちょっと行かなきゃいけないので、まずはあれだな、やることといったら釣り針で一旦マジカンと行って、で荷物整理する。その後にホーリーローリーマウンテンに行く前のその小屋で、そこにね脳筋丸がいるんだけど、その脳筋丸以外にも人がいて、その人からねなんか回復もできるし、あと傷薬ももらえるんだよね。なので傷薬もねありったけもらって、それで挑戦していこうかなって思います。前回パート見てくれてる人分かると思うんだけど、マジねホーリーローリーマウンテンもう舐めちゃいかんやつばっか出てきて、ブルースターマンやらなんか、あともう一体変なやついたんだよ。あいつがねめちゃくちゃ耐久力あって、そう本気でね少しでも油断したらボコボコにされるんで、絶対にいらないもので、多分もうあれだろう、脳筋丸って賛成すんのかな、こっから先。多分もうパーティーって4人になることなくて、これ3人がマックスだと思うんですね。なのでもう最低限のもの以外預けちゃっていいと思うんだよね。でテレホンカード、なんだかんだでテレホンカード使ってねえな。ぶっちゃけた話、電話って1円あれば使えるからさ、1ドルあれば使うことできるんで、できればねこのサイパワーストーンね、もう1個かね2個欲しいんだよね。持ってなかったっけ。サイパーストーンもう1個ぐらいないかな。あ、2個あるやんけ。サイパーストーンね、なんか一応壊れるまで使えるらしいんで、だからせっかくだから持っておこうかなって思います。じゃあもうこういうわけで、またホーリーローリーマウンテンに行くわけなんですが、ただねガリベン丸がね脳筋丸に比べて強いのかって言われると、脳筋丸の方が強いんだよね絶対に。あ、一応回復しておくか。脳筋丸の方がね絶対的に強いんでね、よいしょ。じゃあとりあえずホーリーローリーマウンテンに行く前の脳筋丸が、脳筋丸が止まっているところまでカットするかな。戻るか。とりあえずここまで来たな。いやーねー、一回死んだんだよね。バッファローにね、ブリコやられたんだよね。で、ありったけの傷薬をもらっておこう。ありったけの夢をかき集めるのを諦めて、俺はありったけの傷薬を、つってもまあ1個しかもらえなかったけど、まあアイテムこれでいいよな。まあ、ぶっちゃけもっと徹底すんならキャッシュカードとか、あと希望のオカリナとかも預けちゃってよかったのかな。
あとこれ愛の言葉、呪いの言葉って使えんのかな。でもデスビームとか火炎放射ってのはね、これは多分ガリベン丸が使える気がするんで、入れ歯は絶対使えない。あいつ入れ歯多分ガリベン丸使えないよな。てか誰も使えねえよ多分入れ歯なんて使えねえっつうか使わねえ。さて問題はこっからで、ここからもめちゃくちゃ長いんだよね。まあ頑張ってやってっか。あれ、あれ家破壊されなかったっけ。このお家って破壊されなかった。嬉しいよな、お前らが来てくれて。分かってるって、やってほしいことは。ほら、そう、この部屋入ってで、ブリコとダンスして途中で R7038 っていうやつに襲われてね、やられたんだよ。っていうかさ、ここまで来んのにめっちゃ時間かかったわ。てかなんだかんだでブルースターマンが PK ビームガンマ何回かやってきたんだけど、運よくガリベンマルに当たってこなかったからなんとかなったわ。いやマジでさ、ここ運ゲーだよな。いや、じゃあこの先やってくか。ちょっとの判断で死ぬからな、ここ。てか BG、 うわー、あ、なんだっけ、なんかムークっていうなんか緑色の宇宙人みたいなやつの汚いバージョンじゃん。なんかドブ水につけましたみたいな、一日ドブ水につけてみましたみたいな色してんじゃん。強そう、めちゃくちゃ強そう。でも3体いるんだよな、逃げてえな。ちょっと待って、ごめん、ごめん、ちょっと一回逃げてね。ちょっと一体やることあるから一回逃げるわ。って思ったらパンがねえや。あ、パンねえんだ。困ったなあ。なるべくね、もうね、相手がね、3体以上いるときはね、もう戦いたくねえんだよ。右行ける？この BGM がもう不気味だよな。あ、いけないか。てかなんか、湖が、あ！あれ、ボートか？ボートはエンジンの調子が悪いようだ。しかし、ガリベン丸は上手にエンジンをかけることができた。あ、マジ？エンジンかけることできたんだ。いやー、これあれか、ガリベン丸がいないと、いけなかったってことか。で、なんか、渦潮あるな。あれまずいのかな？触れたらなんか、ダメージ受けるとか死ぬとかじゃないよね。ちょっと周り探索してみっか。なんかね、周り一周探索したけど、特にめぼしいもんなかったんで、多分これだな。入るのか？あ、でも、チェックもできないから入るんだな。あ、うわぁ！やばいなぁ。久々に聞くなぁ、この BGM。このテレビが壊れた音、久々に聞くな。どっちから行けばいい？とりあえず右？って思ったら右は無理。左かな？今んとこ敵は出ないって言ってるそばから出たりするから気をつけないとな。では入り口ある。なんもないな。でまた
扉あって、で、また扉。あ、ブルースクリーン、あ、あ、これあれか、さっきの、なんか、あれ、湖かな？なんかね、石大きい水溜りみたいになってっから、湖か池だと思うんだけど、その中のなんか魚が、なんかの工場かな？あ、今度赤い魚。え、なんか意味ある？さっきは黒い魚だったけど、次赤い魚か。なんか意味あんのかな？ええー、あ、で、また赤い、あ、赤、青、白、赤。え、意味ある？あー、こっちもある。で、なんか上に登るはしごもある。え、どっち行けばいいんだ？って言ったら今んところ敵とエンカウントしないから、それがき、一旦こっちの部屋。なんか絶対中ボス、絶対中ボス。あー、こっちなんもない。やばい。ってことはもうあっち行くしかねえ。やべえ、なんかロボットいる。ロボットおるけん。なんか絶対、やばいやつでしょ。なんか、戦車ない、戦車。え、なんかあれ。なんか天空の城ラピュタに出てくる。ロボットじゃん。あのラピュタのロボットに似てる。そんな気がする。え？ああ、そっか、ロボットだからチェックか。ブリッジの気配を感じた瞬間、ロボットは命を吹き込まれた。私の名は、イウ。あなたを待っていた。え？私の父は、ジョージ。宇宙の果てに連れて行かれ、戻ってきた人。あ、ジョージってさ、なんか、一番最初の、プロローグの、やつじゃなかったっけ？ジョージとマリアが、いなくなったってやつ。宇宙の果てに連れて行かれた？あなたを守る、私の務め。はぁ、あ。お、わぁ！え？なんか、ここどこ？あれ、湖か。うわぁ、わぁ！ついてきてます。兄さん、ついてきてますよ。でけ、倍ぐらい。主人公の倍ぐらいあるじゃねえか、身長。怖え。あれ？これ待って、湖の反対側かな？あ、一体だから倒せるな。ただ、もう舐めずにね、体力も多分100全然超えてると思うから、あと即死攻撃で PK ビームガンマあったら怖いから、もう1秒でも。おほほ！おほ！イウ！お前、本当に仲間だったのか？マジ？嘘だろ？で、もうボートはないか。あれか、なんか、フライングマンみてえな枠か。あ、もうフライングマンって言葉が懐かしい。フライングマンって言葉が懐かしいけど、あ、フライングマンの枠なんだ。しかも、超強いフライングマン。待って、ブリッジよりも速くて、戦闘力半端ねえな。え、もうこいついりゃ負けねえじゃん。でも、どこ行きゃいいんだ、俺は。あー、まあでも、うち、こん、
じゃあもう、A 連打でよくね？ああ。あ、これ余裕だ。あ、で、道ある。でもこっちが気になるから、一応こっちの外周も見よう。だってもう、イユだっけ？こいついりゃ、勝ちじゃん、俺の。ま、でも3体いるから怖いけど、これどうしようか、C に攻撃すっか。イユが A か B を、そう、こうやって攻撃してくれれば、総攻撃で、俺らも片方片付けられるから、で、サイコブロック。これ確か超能力を封じる。まあまあ別にブリッジのね、超能力封じたところで意味ないから。あー、目が見えなくなっちゃったか。しょうがない。空振りー。あー、でも結構耐えるからね。ブリッジとガリベンマルダブルで殴ってもまだ生きているからな。どうー、イユくん。できれば B 攻撃してほしかったな。まあ仕方ない仕方ない。いや待て、これ強すぎるだろう。いや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 、え、待って、じゃあこいつがいればさ、あの R7038 勝てるじゃん。お前が戦車の意志を継ぐ男だったのか。まあ、男っつうか機械か乗り物か。いや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 、もう余裕よ。お前さえいれば。ただ、どこ行けばいいんだ？ワンチャンこのまま先進んでいいのかな？あの、上かな？上くせんだよな。これさ、だって、ほぼ一人で、しかも先行できるっつうのが強すぎる、マジで。いやいや、身構えたところで意味ないですよ。ドムーク兄さん、身構えたところでうちのユウくんの攻撃力を耐えることはできないんですよ。いやー、これ、どうしようか、一回下戻るのも、いやー、でも、PP 結構あるしな。PP 結構あるし、これこのまま散っていっか。じゃあいや、とりあえず上戻ろう。まあ、ぶっちゃけあのなんかかける4体とか来なければ、相手から攻撃ほぼ食らうことないし、うん、上戻ろう。上の方に行ってみます。よし。とりあえず、この湖の外周の上まで来て、でね、俺思いついたんだけどさ、ここまで EU が強いなら、イブ以外は全員ガードでいいんじゃねえかなって。思ってんだよね。正直それがいい気がする。こうやってガードして、相手が一撃必殺技持ってない限り、下手に攻撃するよりかは体力を減らして、かつ PP も抑えられる。そっちの方がいい気がするんだよね。まあなんか全部、イブに、そう、頼りきりなんだけど、せっかくだったらやっぱり、そう。おそらく、こいつね、フライングマンみたいに、途中までしかいない気がするから、もう全部頼りきりにしちゃおうかなって思ってんだよね。てか、なんだかんだでさっきからエンカウント率が高い。もうイブいなかったらマジ死んでるよ。本気で。いやー、でもほんと便利だからね、もうここはもう、イブ先輩に頑張っていただきます。なんでも、あとはどんどん進んでいくか。つってもさ、こっから先長いのかな？よくわかんないんだよね。ここから先は初めて行くから。ただね、マジエンカウントが多すぎる。このゲームさ、エンカウントのその、加減ってもう知らないんだよな。一歩歩いただけでエンカウントするときもあるんだよね。ほんと困っちまうよ。で、あ、これ、あ、右か。右から行きまして。あれ？あ、行き止まりか。いきなり、外れ引いたな。
いやー、こっから、あー、こいつやばい。まあでもこいつやばいっつっても、それは過去までの話。今は違う。はい。こいつとね、なんか緑色のなんか、化け物みたいなやつ。そいつがやばいんだよね。緑色のなんか、キメラみたいなやつがね、すっげえ強いんだよ。で、レベルも上がっていく。なんだったら、全部さ、ここ、イブに任せれば、こいつが全部戦ってくれて、経験値だけ、俺たちで、稼げっからさ、めんどくさいけど、めんどくさいし、時間かかるけど、まあ、確実にレベルアップできるよね。ちなみに左はないか。この探索するのも時間かかるからさ、うわー来た。まあ、でも、お前も一体だけなら、一体だけやったら、お前も所詮ワンパンよ。はい、さいなら。経験値がどんどん溜まっていく。これワンチャン左もあるな。あ、あるね。どっちから行くか。まあ、まあ、見つけたから一応探索すっか。もうラスト防具。まあ、ラスト防具よりもラスト侍の方がかっこいいぞ。まあ、ラスト防具くん、君も所詮イブの攻撃力に。まあ、ひれ伏すのだが、うわー、またレベルが上がる。いや、めちゃくちゃ上がるねー。なんだったらここでもう100レベルまで粘ってもいいんじゃないかなって思い始めてるよ。つーか、適正レベルってここのステージは何レベルなんだろうな。いまいち分かってないんだよね。あ、いけないな。適正レベル教えていただきたいんですが、てか結構このね、枝っぽいのね、通れないから邪魔なんだよね。で、こっち行ける。え、こっちで合ってんのかな。やだよ、ある程度進んでから、うわっ、やべ、色違い、2体目の色違い出てきたな。ま、でも、ガードで一旦耐えればいいから。で、ギガ防具もワンパンして、え ?PK フリーズ、オメガ。あ、全体技か。まあでもあれか、ガードしてこんぐらい食らうのか。で、イブもさ、一応ダメージ受けてんだけど、これ、イブ自体、体力あんのかな?これ、どうしよう、途中でやられたら、泡吹いて倒れるよ、俺。こんだけの攻撃力を持っていて、実は耐久性あまりありません、みたいな感じなのかな?で、レベルも上がって、てかよく考えればこれ、イブいなかったら普通に無理だよな。あ、スターマイナー。これあれじゃない、なんだっけ、ボムみたいな、やつ、いたよね。ダンカンの工場だっけ。あいつみたいに結構パワーあるやつなんじゃないの。ただ、まあ、関係ないんですが、一体で来られた場合、まあ、イブが攻撃を外さない限り、全くもって関係ない。で、ギガ防具、ギガ防具ね。まあ、ここら辺ももうずっとガードかな。あ、一応ブリコ攻撃した方が良かったかな。あ、攻撃じゃなくて、回復。ガードしてもまあまあ食らうんだね。やっぱり。よし。じゃ、一旦ブリコとガリベンマルも回復して、こまめに回復しないとな。あ、ブリッコで、回復した方がいいか。で、ライフアップガンマで、で、あとは、ベータ。オッケー。いや、ごめんな。最初、ほんと俺敵だと思ってたわ、こいつ。お前のこと敵だと思ってたけど、今はもう、大切な仲間だ。お前がいない人生なんてもう考えられん。それぐらいだ。よいしょ。で、この上、なんかもうそろそろ終わりじゃない？まだかな、さすがに。で、こいつね。イェーイ。よし。いやーほんと助かるなー。あ、奥行けるか。
なんだったらさ、もうやることがガードしかなくなってるわ。俺らはただね、もう身をかがめてブルブル震えているだけでいい。全部イブが片付けてくれる。ほんまに助かる。じゃちょっとあれかな、なんかアクション起きるまでカットでもいいかな。もう完全に実況放棄してる気がするんだけど、実際問題もうやることがガードしかない。ガードと頑張ってマップを進める、ただそれだけ。一応気をつけるべきは、あの2体か3体以上で4体とか来た時も、てか4体来たらさすがに逃げたらいいか。あれ、あこっちから行っていいのか、変わんねえのか、距離的に変わんない感じか。あ、変わんねえか。ただ道やってっか分かんないんだよな。結局エンカウントはしちまうから、その移動がめんどくさいっつうのはある。あ、ここ外れか。こうやって外れた場合ね。お、ラストスターマン。待って、あのね、これはまずい。結局のところ、ガリベンマルがワンパンで落とされる可能性が高いのは変わりないから、3体はまずい。せっかくイブが倒してくれたけど、ここは逃げよう。逃げとかないとマジでまずい。で、多分右上かな？あ！これはこの先でオッケーかな？あ、こっちも行ける？あ、こっちもあるっぽいな。どうしよう、なんか意味ありげな洞窟だったけど。うん、あ、こっちも洞窟あんの？海のペンダント。何それ、これディフェンス上がるとかか。だとするとこれはね、ブリコの方が耐久性は低いから、85ブリコあって、あれ、あ、ごめん、ごめん。ごめん、何が上がったか分かんないけど、でもここにあるってことは、相当レアに違いないから、じゃあ、こっち行くよりかは、ちょっと一旦手前の洞窟入ってみっか。こっちの洞窟もなんか、アイテムがあるんじゃないか？絶対あるよね。多分さっきみたいになんか裏側？この山の裏側に行くのか。何これ、人でも暗くてよく見えないが、あんたたちはもしかするとスノーマン町の教会の娘さんたちだな。確かブリコちゃんとかいう。お母さんはずっと奥の部屋に閉じ込められているはずだ。しかし私たちを今助けるのは無理だ。とにかくあのマザーシップを何とかしできなければ。山の上のマザーシップに連れて行かれて、気がついたらこんなことに。なんとかしてくれ。こん中もいるの？何あれ？でも生きているんだよね。話しかけられるってことは、捕まってるってこと？なんか培養器の中に入れられてるって感じか。マザーシップをなんとかしないといけない。何が来てんの。いや、やばい、これ、うわー、4体だ。あ、4点セット、夏のラストスターマン4点セット。これは無理。イブさんでもさすがにね、無理です。イブさんが頑張る前に死んじゃいます、僕ら。なんで撤退と。
あーでもブリッジがそろそろ PP やばいな。ってなりますとこのサイパーストーンを使います。なくなるなよ。まだまだいけるよ。まだ壊れない。これってか上限あんのかな。上限いくつなんだろう。もう一回。ああ、まあ頑張、よく頑張ってくれたわ、ありがとう。じゃあもうそこのマザーシップってとこがラストダンジョンか。何がいるの。スージースーパー、ああこいつ、あのね、右のやつがね、ちょっとね、あんまよろしくないやつなんで、あー逃げた方がいいな。あ、やべ、これ。あ、やべ。あー、あ、まあ、でも、ガードしてからよかった。あ、いやいや、ガードじゃねえや、逃げてんだ。あ、いや、ガードしたっけ。あ、しかもあれか、このスージーってやつの方が早いんだ。危なかったな。あいつめんどくせえ。結局な、でもイブに命令できないから、イブに命令できない分絶対攻撃しちゃうんだよね。となると、あいつが出てきたし、ちょっと要注意だな。ここでちょっとイブの悪いとこ出たな。まあちょっと普段頑張ってくれてっから、これ以上文句は言えん。ありがとう。で、こいつもガードして、とにかくあのスーパーエナジーが来ないことを祈るしかない。待って待って、でも怖いな、あのシーン怖かったな。完全に今脇汗ドバドバだもん。おわや、今なんかダブル X。だってあれじゃない、あの前回俺で、あの脳筋丸を再起不能にしたやつって青いやつだったよ。だったらあれじゃない、あいつよりも高性能ってこと。高性能ってこと。やばくね。でも今回うちにはイブ先輩がいるんだ。じゃあ俺らも多分ね、こいつにダメージ与えるの無理だから、もう俺らはガード。あんまり、これ、あれ、これ、勝てるよね。だって、何のために、君は何のために来たんだ、イブ。このロボットに勝つために来たんだろ。ちょっとダメージ、あれ、さっきよりも20分の1ぐらいに下がってませんか ?20 から30分の1ぐらいに下がっとりますよ、兄貴。これ勝てるかな。なんかダメそうな気がする。でもイブ頑張って避けてる。もう避けまくれ、避けまくれ。違う、つかないつかない。もう頑張って避けまくって。お願い。避けまくれ。頼むよ。もう俺らができるのはただ、身をかがめること。それのみ。自分の身を自分で守ること。それのみ。ただ今んとこ、このロボットは俺らに攻撃はしてないから、大丈夫な気がする。イブは頑張って避けてる、マジで。頑張れ、頑張れ。ただダメージってか、こいつ体力いくつある?うわー、イブ!やめてくれ!やめて!あー!あー、イブ、やめて!イブ、頑張って!お前はまだ死ねない。まだ死んではいけない。神が言っている。まだ死んではいけないと。よかったよかった。ナイスナイス。頼む。まだ生きてて。お願い。お願いだから。お願いだよ。はあ!はあ!イブー!イブロボット、イブは破壊され動かなくなった。イブの胸のあたりから
音楽が流れてきた。メロディーを覚えた。これで何個目だ？あれ？あと2個だけど、なんか1個だけ不自然に点が。1個空いてる。ってことはどっかで見逃してるってことか？いやまあでも、よく頑張ったよ、イブ。ありがとう。ああ、でも逆を言えばこっから俺らが頑張んなきゃいけないんだよな。俺らで頑張んなきゃいけないんだ。俺らがイブの代わりに頑張ります。とは言っても、逃げます。ああ、マジ？ラストボクの方が早い。待って、ワンパン！終わったわ。どうしよう。ここまで来て、まあ一応先進んでみっか。もういや、ダメだ。もうちょっとでも先に。マジワンパンか！マジですの。どうしよう、マジで。いや、もう逃げるしかねえ、マジで。あ、待って、これブリコからさ、フランクリンバッジ一旦外せるかな？これさ、蘇るアイテムないのきついよな。愛の言葉で覚え、あれ、蘇んない？でも渡せるな。あれ、ちょっと待って。あ、ブリッジに空いてるから、これやばいよ。うわー、俺らなんて所詮、イブがいなくなったら、何にもできない子供だったんだ。あいつに守られていたんだ。俺らは。最悪だ。俺たちは所詮、あいつの中で守られていただけなんだ。くそ。こっち。こっちかな。え？なんかある。あの岩何なんだろう。いや待って、とりあえずもう逃げる。で、とにかく、あれ、は？やばいやばい。違う。なんか他に行くべき場所があるのか？いや、なんだったら一体だから勝てるかな。これ何なんだろう。テレパシーか？これ絶対なんか意味あるんだろう。これ何？わかんねえ。テレパシー使えないもんね。
他行くべき場所あるか？左か？やばいやばいやばい。あーやばい、使えねえ。あーまあ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 、逃げて逃げて。あ、オッケー。やばいやばいやばい、どうしよう。どうすんの。どうしよう。やばい、ラスト侍、ラスト侍だ。いや勝てるか。うわー、 PK ファイヤー。うわー、やばい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 、これで勝て。あーやばい、あーやばいの、本当にやばいの。あーよかった先。なんだこれ、マジでわかんねえ。うわーやばい、もうダメだ。あぶねえ。逃げて逃げて、よかった。これどうしよう。どうしよう。もう一回もう一回だけ、もう一回あの石碑を見よう。もう傷薬使っちゃえ。あー、ブリコが持ってんのか。あ、ガリベンもあるもある。ちくしょう、諦めきれねえ。やばい、きつい。あーきつい、あーきつい、あーきつい、きついっす、きついっす、きついっす、ほんときつい。先輩きついっす、先輩、先輩きついっす。お前、あーやばい。スージー、お前そんな強えの。これや、あ、終わったか、積んだのか俺。だって、ここ絶対意味あるだろう。なんかないの俺。絶対、それともあれかな、ブリコ死んじゃってっからいけないのかな。希望のオカリナ。聞こえたかいなのに。なんで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 、ブリコがいないから。ねえ、そんぐらいお、なんか多めに。どうなんだろう、実際問題わかんないんだよな。愛の言葉。あー、ちブリコがあれか、持ってるから使えないのか。あー、もう手荷物が。いやー、ちょっとこれわかんねえ。ちょっとダメだ、帰ろう、帰りませう。ここまで来るのにでもすっげえ時間かかったよな。しかももうイブがいないし、イブさんがもうおりません。
うちの軍にはさっきまであんなにガードすればええやんって言ってたのにもかかわらずこのざまです。皆さんどうですか。すいません、ちょっと録画時間がもうパンパンパパンパンパンパパンなんで今日はこのぐらいにしといてやります。あ、やべ、あ、やばい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 、今の失敗やばいかも。てか、なんだったらここでもう逃げ切れねえんじゃねえか。うーん、やーばい。サイパーストーン使って、よし、甘い方面、まあいいや。あー、やばい、狭い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 。頼む、お願い。あー、よかったー。ちゅうわけでコンパート20これで終わります。正直ちょっとわかんないんでね、ごめん。もしかしたらね、攻略見ちゃうかもしれません。ちょっと俺今から何すればいいか全然わかんないんだよな。俺探索してない場所あるのかな。ちょっとそうだな、調べてみるかな。やばい、ちょっとごめん、ほんとわかんねえ。で、ただね、あの洞窟の目の前がなんか岩で塞がれてるから、あれなんだろう、あれもなんかしたら開くのかな。なんかあのなんか変な石がで、あの洞窟のを、その、閉めている前の岩のところのちょっと開いた前にも、なんかさっきのあの、文字が書いてあった岩があったから、あれもなんか意味があるんじゃないかなって思ってんだよね。5000円振り込んだ。すげえ。じゃあ今回ちょっとこれで終わって、次回ね、ちょっともしかしたらだけどごめん。本当にすいません。申し訳ないんですが、攻略を見て、ちょっとね、進め方だけ調べます。うん、このままだとちょっと本当に、永遠につまらない。永遠につまらない。ただ、ブリッジが探し、殺されるだけの動画になっちまうので、あそこで永遠にね、多分探し待ってたら永久に終わんないんで、あー、いやー、きつかったわ。じゃあ、これで今回終わろうかと思います。で、次回パート12と22かな？あ、21か。次回パート21でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。じゃあねー！